どうもタブヤンです。ウイニングイレブン10 2006年のデータでプレイしております。前回なんとか清水エスパルスに勝って4位に上がりました。残り5試合しかありません。首位の鹿島アントラーズとは勝ち点5差、そしてなんとついに今回首位鹿島と対戦の大一番やっていきたいと思います。さあ鹿島アントラーズはね、さあ笛が鳴りました。中央に寄ってる感じの 4-4-2 ですね。フォーメーションは前回と同じ形を取っています。フォーメーションは同じ、左へ出した、まあ、こっちの方がガンバの方がね、攻撃的といえば攻撃的ですね。壁を使います。マスダ、うわ打ってきた、打ってきた、それは入らんでしょう。思い切って打ってきましたね。さあ鹿島の独特の雰囲気のアウェーゲーム、あーサイド狙われてる佐々木。これもうゲーム支配されてもしょうがないな。カウンターで一発で決めちゃいますよ。勝てばいいんですよ。柳沢うまくコースを塞ぎます。みんな疲れてるけどね、しっかりやっていこう。ここは戻します。アウェーらしく一発を狙っていきますよ。安田上がっていく、少し出して前に送って、よし、あーダメだ、そこじゃないそこじゃないんだよな。キーパーにまで戻、あーキーパーに戻せない、何してる、危ない、目的に行きます、危ない、あー嘘でしょ、佐々木に取られた、誰だ佐々木って、あーあー投資、やばい、18歳、北沢さん、柳沢でも興梠でもないのか、ね、そうですね、積極的に行きましたよね。いやいや試合を壊すとこでした、危なかった。指示くれ、落ち着こうみんな、回します。だんだんとこうチャンスエリアに、さあ遠藤が上がってきて、うまくいかないというケースが多く、あワンツーここでバンドと、うん、シュートということもありますしね。そこからどうするかでしょうね。さあほぼベストメンバーですからね、こっちもね、佐々木ほぼというかベストメンバーかな。後ろからチェック、よっと怖い怖い、よし指示クレイ、試合を作っていきたい。真ん中ボランチもマークされてるね、レーダーで見ると。危ない危ない、佐々木怖いよ、佐々木龍太若いだけあって、パジフェルナンジーニ、あマークされてる完全に、よし来た、カジがフリー、右行きましたよ、早い目のクロスでシュート、オッケー、どうしたバンド、そんなに精度の高いシュート打てたのか踊っておりますバンド、マジか。いや全然試合は支配されてたんだけどね。バンドいいね、ここで振り向けるか、ここですごいね、バンドの個人技ですよ。ガンバ先制しています。マグノアウベスに負けてないね。落ち着いてプレーするというかね。そうですね、前ゆっくり送ろうという場面です。わーやばいぞ、指示くれ。さあオフサイドはありません。よし、素晴らしいディフェンス、キーパーキーパーキーパー、オッケー。さあ勝っちゃいいんですよ、首位攻防。ここは安田ディフェンダーとしてプレーします。このまま試合終わってほしいな。うん、バウンド来た、もう一発、いい、あー決定的でしたね今。バンド今日の中央突破、シュートを放っていきました。いい感じですよね。どうしたバンド、っていうことはいいことですよね。1点で満足してはいかんぞ。ガンバ今のところ1点リード。フェルナンジーニョ今日はうまくボールを回せていますよね。やはりそのあたりがですね、今日の得点フェルナンジーニョを、ね、サイドに使うことによって、イエナガだけだった攻撃がね、フェルナンジーニョも来てくれるからね。これいいですね。よしフリーになった、ボールはマグナムス、よーし、あれはボール早すぎて誰も触れねえでしょう。フェルナンジーニョからマグノアウベス来た、マグノアウベスクロスをボレーで合わせ、2人がやってくれました。これ抜いて完全に振り切ったね。いやあれだけフリーだとね、いいボール上げれるよ。それにね、この速いボールね、ゴロでフェルナンジーニョサイドからチャンスを、そしてショートバウンドをダイレクトで、
オッケーオッケーいいよ。さあどっぷり構えようぜ。そうですね、巻き返すということよりもカウンター狙いでいこう。しておいたらいいということですよね。そうですね、1点はね取られてもしょうがないけど、鹿島にこれは通りませんでした。よし、なあマグナウベス、まあポストプレーは難しいからね。青木、ファビオ・サントスを先抜いたんだね。フェルナンジーニョが、おお、いいね、ナイスカット。うまく食い、そしてカウンター、フェイントを入れる、フェイントを入れるバンドそれほどフェイントは得意ではない。よし、左サイド空いた、安田ダイレクトで、ゴール前にいるの双川走る、うん、もう一丁行くか、またチャンスだ。あー、カットされた。佐々木龍太、佐々木が多いね、鹿島は。コオロキ、コオロキ対ヤットさん、ナイスか。あー、フォローされた。柳沢淳に少し出して、あー、カジオフサイド、オッケー、柳沢オフサイド、柳沢は言わせないよ個人的に好きな選手だけどね、柳沢選手。今日は負けんぞ。必要なチェック、プレッシャーを与えます。おし、ナイスカット、後ろへ預けた。逆サイド誰か来てる、遠藤が来てる。あー、そこ、さあオフサイドはない。よし、あー、二川どうした、決められない、右に外れたか。形作ったのにな、二川。そこ、ま、相手一人壁があるとしてもよそこは枠に行ってほしいね。ファビオサントス、この形でいいよ、カウンターだけでね。左へ回す、あそこじゃない、今バンドに出したかったんだよな。そろそろ前半の40分を回ったところです。オッケーオッケー、もう早く前半終わってくれさあフェルナンジーニョ戻れ、コーロ期待、フェルナンジーニョ、ナイスナイスドリブルですよ。中盤を支配され出している感じにも見えるんですが、いいよいいよ、無理しなくていいよ、ここはね。いいですよね、ナイスボール、胸で受けます。ここで一旦落として、そこから家長、あー今エンドマークされてたからちょっと出しづらかったんだよな。右に回して、ここからの組み立てが大事です。二川頑張れ、そこ置いていかれるな。よし、家長も戻ってきた。ここは頑張れ、おい、触れる、触るだけ、佐々木さん。それじゃ怖くないよ。よかったですよね、うん、ああやって前に出していくことによって相手を引きずり出す効果もありますからね。素晴らしい展開を見せました。前半終わってくれ、よーし、審判に声が聞こえたか。最高の前半だったな。現在2対0です。オッケーオッケー、フォーメーションを変える必要なし。エンドが変わって右にアントラーズ、左にガンバ、パスをつないでいく、安定した攻めを見せています。縦に送ります、小さく回します。よし、逆サイドがいいな、逆サイド、右に送って、マグナウベス中央突破、うん、おっとこのスルーパスが通りません。よし取った、あー、ここで流れをつかみたい。いいマークですよ。おお、取れない、やるな青木、エンドを遅らせよう。アントラ、あーやばい、ここまで押し上げてきました。サイド攻められてる、佐々木龍太、右からのチャンスになる。わあ、かわされた、わあ、そこ通されるか。柳沢中央にいる、おお、ナイス、カジナイス、クリア、クリアしとこ。守りが固い、ツートップ、いいところ、よし、ツートップ、ツートップ、ガンバとしては、まあ、来たー、バンド来た、おお、いいね、2人でボールがラインを割って助かったぜ。そのためのカウンターアタックだからね。どこだどこだ、エンド、わあ、エンド何それ、軽いよ、エンド軽い、戻れフェルナンジーニョ、走れ、前へボールが出て、プレスプレスプレス、フェルナンジーニョ2人で囲め、よーし取った、あーダメか、あーやばい、フリー、取った、危ない、決定的でしたね、今トラップされたら、助かった、残念です、3点目取って決めてしまおうぜ、いい攻めを見せてきました。みんな右に回してチェックきついですよね。フェルナンジーニ、ワンツー行きたい、ワンツー、中国も過ぎました。マグナウベス自分で行く、マグナウベス合わしていく、きたー、ふたごー、入った入った、ゴー、
いや、マグナウベス勝負したね。近いところからのセンタリング来た。これは決定的ですね。いや、さすが10番だ、双川。ここ近いところでニア、木下が言うと言いますか、リードしている方にプレーが、ナイスゴールだ。さあでもね、5バックにするとちょっとね、尻込みしちゃうから、このまま行こう。おお、どうした、これ来た、おお、スルパス。シジクレしっかり、オッケー。宮本シジクレがいいよね、安定して競り合います。双川、オッケー、シジクレ、やばい、マークされてる、必要なチェック、プレッシャーを与えます。よし、ここエンド、あ、ちょっとボールが遅い、外へ開いてきた、逆サイド、落ち着いています、おお、いいね、あー、ダメだ、トラップが、やばい、もうみんな戻れ戻れ戻れ、カウンターはさせるなよ。カメラさん、カメラさん、アウェイ側なんですけど、もっと頑張れ、よーし、ナイスヘディング、あったようですね、はい、ありがとうございます。今いいでしょうか、指示プレーが連れ出された、ホーム側なんですけど、ここは行かないといけないよ、よーし、勝った、さすが指示プレー、なるほど、そうですか、あ、指示プレー連れ出されてる、戻る、戻らせよう、どうする、いい攻撃だ、縦には行かすな、競り合った、あー、かわされた、おーい、フェルダン・ジーニョ、ナイスカット、マイボールでしょこれ。さあアントラーズ、今日初めてのコーナーキック、怖いな。なんとかこのチャンスで、ね、あ、コールキーアウト、ね、それは嬉しいな。アントラーズホーム側でコーナーキック、安田頑張れ、よし、カットカット、カットカットカット、おーい、ナイスカット、高い守りだ、サーバーに2人上がっています、カットカット、シジクレイの壁ですよ、後ろからのマーク、安田、よし、フェルナンジーニョ、個人技でいって、あ、フェルナンジーニョ対ファビオタンス、サントス、さあ固まっている、うわ、惜しいね、届きません、あ、カメラさん、ホーム側なんですけど2枚目のカード切ります、24番の選手を出して、柳沢対宮本、はい、ベンチが慌ただしくなったという情報が入りました、柳沢の勝ちか、アレックス・ミネイロ入ってきましたね、アントラーカシーマ、アントラーズ出てるね、さすがアウェイですね、攻めを見せたんですが、ここは阻まれています、フェルナンジーの守備でも大活躍、これから前を向こうというところだったんですが、エンドが落ち着いてパスを出す、あ、これ攻撃、誰もいない、スルーパス、上がっていこうというところ、オッケー、 PK、 オフサイド、どっち、 PK、 やった、いやー、もう前がかりになっててるからね、歌詞もね、うーん、リプレイ出ました、うーん、いいディフェンスはしましたけどね、まあ、よーし、エンド落ち着いてる、決めました、4対0、しかも首位にですよ、これでまた引き離します、別にあのコンピューターの強さ弱くしてないですよ、一応言っときますけどね、トッププレイヤーのままですからね、ついにここまで来た、4-0、さあガンバ4点リード、ガンバとしてはやりたい放題できるか、やりたい放題ですね、4点差でしょう、あ、しまった、カットして、さあもうゴール後のキックオフは始まっています、このスルーパスは、さあもうガンガン来るから、それにカウンターすればいいよ、ここで奪い合い、カットカット、ナイスカット、いい守りです、アレックス・ミネールが入ったとこだもんな、わー、やべ、オッケー、ナイスカジ、ディフェンス必死に守ります、コーナー2回目か、コーナーキック、あ、フェルナンジーニョ交代、お疲れ、変えますか、そうですね、変わりますね、いや、もう最高のプレーだったよ、フェルナンジーニョ、いい形でアシストの役目を果たしましたよね、さあアントラーズ、サポーターの目の前でカット、あー、決められた、宮本競り負けた、わずか、アントラーズ、やっぱコーナーを与えてはいけないということですね、さすがの鹿島アントラーズだね、いやー、これはキッカーも泣く、これはもうしょうがない、忘れよう、点差を縮めています、さあ追加点が取れるか、ガンビボールキープしています、遠藤がディフェンスラインに入ってね、ガンビ大差でリードしています、うん、いいプレッシャーだ、さあどっか穴が開くはずですからね、
ほら穴が開いた。バンド。さあ上がった。橋本。浜田。もっとニアまでセンタリングは。いやいい形でしたよね。行きたいね。あ取れないか。おお遠藤ナイスカット。と山口。北川。遠藤に渡して、そしてサイド空いてないか。サイド空いてないか。これワンツーで潰しに行く。左サイド。ワンツーで抜ける。いいプレーですね。そしてセンタリング。おおいいね。形いいよ。ここで終了の笛が鳴りました。やったぞ。頑張っ。圧倒的な勝利。相手に力の差を見せつける結果となりました。首位撃破。それにしても北澤さん、今日の試合ですがどのようにご覧になりましたか。そうですね、差がついてしまいましたよね。ガンバとしては申し分のない試合だったと思いますから、もう大満足でしょうね。そうですね。ではちょっとここで試合を振り返ってみましょう。前半18分、バンド、いや見事なミドルシュートを決めましたね。そうなんですよね、シュートに至るまで素晴らしいパス出ましたから、結果的に抑揚のあるリズムが生まれるんですよね。それから後半36分、遠藤 PK をきっちりと決めました。追加点を入れた場面です。そうですね、決めて当然の場面ではあるんですけど、こういう PK を引き寄せられるということも重要なポイントではありますよ。そして今度は試合終了後のデータを少し見てみましょう。ガンバボールも支配してましたね。はい、結局はよりキープしてた側にチャンスが生まれますからね。加えてきっちりと前線に運べたという点においてもいい評価できますよね。本日の試合は4対1、ガンバ勝利をものにしました。そろそろお別れの時間となりました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。この調子で首位までね、アントラーズと勝ち点2、3になりました。優勝を目指して最後まで行きたいと思います。それではまた、さよなら。